こにいるんだ。Oh, fit.
ここにも魔物が。こんな危ないところに、ヨナ。
Thank you.
ここから外に出れそうだ。梯子が壊れてる。上に登るには何かだ。
なんだこいつら。痛いではないか。邪魔だよヨナ。ほら、待たぬか。我を無視するつもりか。選ばれし存在である我を害虫のように扱いよって。ヨナ、大丈夫？ヨナ、ヨナ。まったく、これだから人という。目の前の課題を一人でやり遂げようという心がけは実に立派である。ヨナ、ヨナと同時に実に愚かしい。なぜ古代の英知に助けを求めるのだ。イニシエの書の深淵なる助言。ヨナを助けられるの？我が魔物どもを一掃すればあの魔法陣を解けよう。そんなことできるの？我を誰と心得る。汝に力を与えし白の書であるぞ。見くびるでない。早く何とかしてしろ。我の名を略すでない。どんどん魔物が出てきてるよ。歯向かうとは愚かな。死んだ万象を言葉で修飾できるこの白の書を相手に、あいつに。どうしたの？思い出せねえ。お前が力任せに打ったせいで記憶が飛んだらしい。そんな。とにかく何とかしなきゃ。
白はあの黒い魔物の血を吸ったの？血は白と音は言葉、言葉は血か。どうしたの？白。これは記憶。大丈夫、しっかりせ。黒い奴らを倒すと力を取り戻せるらしい。これは魔法の力？これこそが偉大なる我が白の書の。待ってろヨナ、すぐ行くからな。これで終わり。そう簡単にはいかない。らしいな。いきなり襲いかかるとは知性の感じられることだ。とはいえ一匹を同時に相手にするのは骨が折れる。動く石像に喋る本か。どちらもおとぎ話ではないぞ。鹿と戦え。剣先から目を離すでない。分かった。奴らの剣攻撃侮れぬなら。これは防御結界。何それ。防御結界な敵には剣も魔法も用をなさぬ。さあどうすれば。防御結界を張っている奴は動くことすらでき、動いている方から倒せ。距離を取ったら魔法で攻撃するのだ。では俊敏な動きは期待できまい。回り込んで攻撃するのだ。また交代。片方をまず集中して倒せ。落ち着け。頭に血が上った方の負けであるぞ。今だ、とどめを刺すのだ。耐えると回復してしまうようだな。今は目の前の敵に集中せよ。
を助けなくていいのか。今だ、とどめを刺すのだ。ケーキだ。次こそは決めるのだぞ。気をつけろ。一本綱の奴が凶暴になったぞ。わかった。
われたか。怒りで凶暴化しておるようだな。怒り？あれには感情があるの？感情があろうがなかろうが、奴の攻撃力が上がったことは確かだ。今ぞ攻撃の契機だ。日本ズノのやつが無敵のままだよ。守りに入ったものなど捨てておけ。なかなかいい顔だ。ガンジは戦いが好きか。そんなことないよ。攻撃の隙をつけ。今ぞ攻撃の契機だ。できたぞ、蹴散らせ。まず小さい奴らを倒せ。石像が怒ってる。怒りは負のエネルギーが恐るるに足りず。あまり近づくと危ない。もっと遠くから。遠距離攻撃だね。決めるのだぞ。
お兄ちゃん、ごめんね。ヨナ、またお兄ちゃんに迷惑かけた。謝るのは僕の方だ。ごめんね。何やら剣飲んであるな。この神殿古そうだもんね。